違うところにいる。そうなんですよ。私とまいちゃんはイエーイ別の上にいます。うんうん。ひなさんの卒コンのリハーサルが終わった後にね、そうドラさんの最終確認をしようってことで、そうです始まってね、そうです、やってたんですけど、はい、もう気づいたら日付が変わりそうねえ、やばいね、もうなんか実感しました、すっごい。しょ、私もここにちょっとかけよう。あ、やばいかも、あ、ちょっとこっち来る、あんや、あんやとん、え、行き過ぎた？いや、大丈夫だよ。さんもさ、紹介したい、紹介したい。ね、ちょっとここにグッズがあるんですけど、イエーイ、グッズいただいちゃった、買おうと思ってたのに、もらっちゃった、じゃーん。あ、まずはアクリルスタンドですね。アクリルスタンドですね、はい、3人のタイプ A と B、 この水色セーラーとこの10枚目の君は何を後悔するかの、するのかの衣装で、はい、撮りました。じゃん、もう菜の花がすごい咲いてますね、土台が菜の花、すごいね、まあ、菜の花さ、初めて披露した時このね、水色セーラー服だったので、そうなんですよ、ちょっとこれはしかもみんな気をつけそう、ういういしく、そう、ういういしく撮りました、テーマういういしい。で、もう一個は初めて3人で選抜入りしたこの衣装で撮影させていただきました。嬉しいそうなんです、じゃーん、こちら A と B タイプある2種類あります、はい、ランダムじゃなくてもう絶対に買えます、買えます。そしてそしてででん、めっちゃ素敵やね、あと何、あ、ペンライト、ペンライト、ペンライト、え、これまだ出してないんですけど、そう、出してないんですけど見えん全然見えん、光らんとわからん光らんとわからんなんですけどね、でこれソラハン要素がめっちゃおもろい、なんかごめん、音符が散りばめられてるんです、どうしようと思っていろんな音符書いたんです。おきちゃんはコンプラウサギ、そう、コンプラウサギと、まいちゃんはねお化け、お化け、私は音符で、いや、ノースリーブにしようと思ったんですけど、ノースリーブおもろい、そこまでそんなに浸透してないなと思って、え、もう浸透しまくっとるよ、どんどん浸透させていこう、本当に今日もノースリーブです、ちなみに今日は、まあ、ひなさんのリハーサルがあったのでピンク色にしました、脚立なんですよこれそうだ、脚立に脚立に乗せてる、そう、ノースリーブで今日も参加してで、ね、あ、ちょっとそっちに缶バッジがある、あ、そう、缶バッジがあるんですけど、ランダムでね、6種類のうちの1個 の、はい、このちょっと今戦隊ものっぽい、そうね、ポーズのやつが今日はちょっと今手元にある、ありがとう、他にも5種類あります。お決まりが喧嘩してて、私が、あ、やめてやめてって言って汗汗してる、ちゃんと汗もさ、イラストがあったねそう、あと、なんかゴゴリバ公演の時に、ゆうかちゃんの生誕祭があった時に、うん、こうゆうかちゃんをね、引き立ててさ、なんか写真撮ったやつの、こう座っとるやつ、ね、そう、座っとる、私とまいちゃんが膝立ちで、うんうん、ゆうかちゃんがその上に座ってるのとか、あともうシンプルに3、イエーイとか、うんうん、なんかいっぱい6種類あるので、ランダムだけど、こう6個ゲットしたいって方はもうそのボックスを買ったら全部コンプリートできるので、すごい宣伝がすごいさすがです、そう、すごい考えてくださってる、はい、あとはね、T シャツ、あ、そう、T シャツがね、ちょっと今私がですけど、これは、表に私たちのスリーショット、ちょっとまだ出してないんでもうちょっと、あの、これほら、そう、こうなって、そう、俺もなってって後ろね、メッセージが書いてあるんですよ、あの、ゆうかちゃんへ、ゆきちゃんへっていう、こう、私とまいちゃんからゆうかちゃんに向けたメッセージと、まあ、ゆうかちゃんからそらはとまいちゃんに向けたメッセージが書かれてるので、画像では多分なんて書かれてるかは見えんけど、やっぱ買うしかないですよ、これはめっちゃ可愛いです、うん、これも10枚目の衣装です、みんな可愛い、とても。そして、前回ね、沖前公園の時にも、はいはい、あったやつで、このステッカー 3D のやつですね、 3D ステッカー、やばい、これですね、すごすぎる、いやー、こういった感じで今回は笑顔となっております。そうなんですよ、はい、笑顔シリーズでみんな歯を出して笑ってます、じゃじゃーん、笑顔バージョン、マネージャーさん曰く、うん、駅前の時は、うん、え、そう、ブスってしてるけど、うん、おスラハが入ることによって笑顔になるみたいな笑顔バージョンです、笑顔バージョンで、
そう、なんか、うん、あの真顔バージョンって、うん、そう出してて最初、うん、ちょっと真顔バージョンってことは笑顔もあるのかっていう匂わせがあったらしくて、そうで今回が満を持して、なんでこの代わりにさ、うん、笑顔って言われたけどさ、普通の笑顔したらさ、まいちゃん下の歯も出てる、うん、私ね歯を全部見せたんですよ。なんでこれを見た方はもう私の歯が全部見れます。すごいじゃん、しっかりと綺麗だわ、すごいですよ。サイズそうですね、ちょっと意外と大きめかもしれない。でもね、そんなです、そんな鼻ぐらいです。鼻ぐらいです。すごいですね、これ面白い。パソコンとかにみんな貼ってください、携帯とか、ね、携帯とか、ね、怖いなちょっと、ね、結構リアルで本当になんかね、ちゃんとほうれい線まで、ほうれい線、え、ソラハかわいいじゃん。なんかさ、目垂れてないか、ね、ちょっと垂れ目、なんかさ、すごいやっぱちょっと変わっ、ちょっとね、目垂れてなんかポロンってしてて、うん、おきちゃん結構そのまんまだね。わかるわかる。まいちゃん。いい感じです。面白い、好きすぎるまいちゃん。そうかな。そうですね、このぐらいですかね。ね、明日ですけどね。やばいね。ね。全然なんか実感がなかったけど、さっきやって。うん、え、ソラハ泣いてた。さっきなんか曲やってたんですけど、ソラハが泣いてて、で、もう明日だめってなってて、もうやばい、泣いてしまった、ね、なんかさあ、もうよくわからんよね、気持ち、よくわからんくなってない、なんかだんだん、そうだよね、本当にちょっとついていけてないね、心が。明日は昼はドラさんの、あのコンサートで、おきちゃんの卒業セレモニーと、夜はひなさんの卒業コンサートがあります。はい、ひなさんの方はね、今日会場でして、もう会場ステージを見たんだけど、そう、今日ね、ドラさんも見てないから ね、どんな感じになるんだろう、あれから。今日はもうゲネプロでした。そうなんです、投資リハみたいな感じで、みんな汗汗でね、でもなんとか全曲通せて、あとはドラさん、うわーやばいねえ、ほんとにシンプルに頑張ります。おきちゃんが今日はオールするからって言ってて、ね、強いよね、STU 最後の仕事もオールする。あ、なんかおきちゃんとなりました。いっぱい寝たらしい、うん、今日すっごい寝て、今日私はオールするからって言って、そう、もう寝れないらしい。私も眠れなそう。わかる、ね、わかるよね、しないといけないこともさ、他にもあったり、ね、そうよね、確認もあるしで、寝れなさそうすぎて朝早いよ。そうなんよ。部活かと思った私。朝練とかも私たちはね、2回あるので、うん、めっちゃ夜遅くまでなので頑張ります。頑張りましょう。ドキドキする。お腹すいた。わかる、お腹すいたね、お腹すいたね。集合してから食べてない。でもさ、今日すごかったくない、ケータリング、ね、ケータリングっていうか瀬戸内48っていうコンビニみたいな。そうそう、なんかさ、コンビニレベルでいっぱいあったくない、なんか本当にすごかった、なんかコンビニかなみたいなぐらいケータリングがいっぱいあって、サンドイッチ、おにぎり、ね、パン、なんか豆腐バーとか、ね、コンビニ、ね、コンビニ一角買ってきましたみたいなね。すごかったよね。そう、メールのスタート、そう、いっぱいもらって帰ってきたのに、ねえ、どうしよう、明日髪切り、ありがとう、明日の髪切りしようかな、なんかちょっと今日とか見てるしょ、ストレートポニーテール、やっぱ初心に戻る、ね、でもストレートおろしもいいけどな、どうしよう、うん、結構踊るやん、うん、確かに結構踊るやん、だからカメコの方よろしくお願いします。確かにカメコ照明がどんな感じかわかんないんですけど、ちょっと光調節が難しかったら申し訳ないんですけど、よろしくお願いします。最後3人で配信しないのか、いや、そう、ゆうかちゃんがね、今日ラスト配信なんですよ、そうなんですよ、なのでやっぱね、ラストファンの方とね、2人きりってなり
何人切りか分からんけど。そう、3人の姿は明日見れますよ。座席今日出たのかな。よろしくお願いします、報告。あと明日当日券もね、あるそうなので、現地で買えるやつじゃなくて E プラスさんじゃないと買えないって書いてたので、もしね行こうってちょっと当日券で行こうかなと思ってくださってる方は E プラスさんからぜひご購入でよろしくお願いします。来てください。てください。本当は、ね、本当にね、来た方がいい。本当に来た方がいい。みんな、ありがとう。みんなの素敵な姿が見れます。ゆうかちゃんのね、ラストだし、おきちゃんとこにそらはの声聞こえてたよなんで。でもサラハの声めっちゃ通るんですけど、今日もリハの時にサザーみたいなマイクがちょうどね切られてる時だったんですよ。そうで、みんな伝えたいことがあってけど伝えられなくって、サラハがそしたらサザーっつって、もうすっごいもうバカでかい声で、本当体育会系みたいな、部活もう運動部。しかもね、私たちが知ってる先生もなんか客席の本当に後ろの方に座ってたりする。そうなんよね。でマイク入ってない、でもみんな汗汗してる、伝えないとなって、もう心のとこからの先生を出して地声でそこから言って、そうでかい声は私に任せてくださいってみんなにいろんな方にね、ありがとうみたいな、でかい声なら出せるんで、それしかないんですけど全然いきますって言って、うん今日も聞いておらしました。明日も出しますよ。さすがです。声だけは任せてください。多分うちがさ、コールするってなったら多分すごい先導蹴るかもしれない。あーもうめっちゃでかい声でね、やろうかな、空が歌ってない時おーちゃーでもさ、なんかさ、コールもさ、でかすぎる声の人はさ、本当にこの人の声めっちゃ聞こえるなみたいな人おるよね。わかるよね。本当にこの人の声すっごい聞こえてくるもん、ね、この声この人が出したんやみたいな。そう、やっぱなんか特徴っていうか、ね、音程とかもあるね、あるよね。すごいわかる。めっちゃ嬉しい。朝楽しみ。どん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 かってみたいな。明日ね。空はソラハコールです。ちなみにソラハはソラハコールです。マイちゃんは？マイキューかな。マイキュー。オキちゃんはオキちゃんです。緊張するな。やばいよね。ね、緊張するよね。いろんな意味で緊張する。一回しかないしね。最初で最後かもしれないな。最初で最後。ドラさん。ふえ。ふえ。3人でのさ、うん、ステージがさ、最初で、うん、最初じゃないけどさ、コンサートっていうのは最初で最後だから、うん、まず。うん。やばいね。怖。怖い、もうどうしよう。いや、私はでも泣かないですからね。嘘やん。絶対嘘ですよ。本当にソラハの泣かないは嘘です。ソラハは泣きます。いやいやいや、そんなことはない。いや、私も泣きます、きっと。いやいやいや、新年度になったんで泣きませんよ。新年度になったら泣かないんですか。そう、いいえ、泣きません。泣きますか。泣きますね。マジでお腹空いた。何食べる？食べない。食べる。食べる。まいちゃんはガツンと食べますか。どうしようかな。でもむくむよね。確かにね。やだな、むくむの。わかる。でもさ、うん、朝早くから起きとるから逆にステージの時むくんでないじゃん。むくみ取れて。絶対むくんでる。むくむ、うん、なんかさあ、こういうコンサートの前の日って何食べようかめっちゃ考えるよね。私全然普通に食べる。うん、じゃあ何食べるの今日。え、今、え、でもね、私本当に最近チョコドーナツにハマってるの。え、夜ご飯？うん、チョコケーキドーナツすっごいハマってて、コンビニの、うん、それ今日のね、あの瀬戸内48コンビニにあったから、うん、取った？取ったの、うん、だからそれ食べたい。夜？うん、
ご飯に、うん、今食べた。すっごい美味しいの。もっとおすすめだよ、いちゃん。チョコケーキ食べるのおすすめされました。でもね、お腹空いたな、本当にね。今日ちゃんとしたご飯あんまり食べてない。お昼に食べたぐらい。お腹空いちゃった。塩分控えめってなったら何になる？フルーツ？フルーツ、カリウムが入ってるもの。アプリコットや。アプリコット、アプリコットってどこに言った？こうドライフルーツ。あ、ドライフルーツね。ドライフルーツのアプリコット、いいんじゃないですか。バナナやね。バナナね。パイナップルとかどう？あ、うわ、いいな。いいなって。フルーツやな。応援してる、ありがとう。考えらんないね、本当に。そう、ありがとう。うん。でもさ、それこそさ、ひなさんの卒婚とかさ、うん、今7周年のもやっとるやんか、うんうん、その時にドラさんって呼ばれた時に2人しかいないのはやばくない、うん、やばいよ、本当に。なんか、え、あれ、え、ゆうかちゃんみたいな。なるよね。なるよね、今。しかもさ、今日さ、リハした時にさ、マイクがさ、うん、なんか前まで私2桁やったのに、うん、番号が1桁やったよ、私、うん、私も10番になっとった。そう、ね、もうすぐ1桁やと思ってしまった。そう、ね、そう、なんかそういうのとかでメンバーさんが、あ、卒業したんだっていうのを実感するし、わ、うん、かる。メンバーが少なくなってるよね、どんどん。なんかしんみりした。やばいよ、いやー、うん、でもやっぱ最後の日にね、ドラさんでできるのは嬉しいです。ゆうかちゃんが言ってくれてね、最高の一日にしましょう。卒業さ、控えた前日の日ってどういう気持ちなんやろうなと思ってさ。確かにね、なんか想像つかんのよね、あんまり。しんみり。しかもさ、なんかこう同期のさ、こう卒業っていう、うん、めっちゃ久しぶり、うん、とか そもそも少ないけんね。そうそう、ドラさんリーダーとかいたって。ソラハソラハじゃない、いないですね、リーダーいないけど。でも意外と私あんまり発言してないよ。まあでも、うん、かちゃんとまいちゃんの意見を聞いて、ああ、私はこう思うよって。うん、結構まいちゃんが意外と先導切ってくれたとか。え、そんなことないよ。え、本当に？うん、なんかまいちゃんについて言っとった気がする。嘘、嘘だ。私なんかしたっけ、そんな。何もできてないですよ。したとかではないけど、話し合いの時とか。うん。ねえ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 、ここさ、糸がなくなってるよね、もしかして。ねえ、あのさ、待って待って、ノースリーブ前、なくなる？前側。そら、ノースリーブが、ノースリーブ破れてきた？え、ちょっとここがやばい。なんか、くっついてない。くっついてるはずなの。やばいじゃん。もう消える、コロナスリーブダメになるかもしれない。ほら見て、これやばい。ソラハってノースリーブ何個持ったん？私はピンク、黄色、白、黒、黄緑。え、待って待って、5個。この後これ青を買おうとするやん。てかマイカーのみんなに配りたいと思っとって。なんで？え、マイカーのみんなに着せるってこと？え、そう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 。じゃあちょっとソラハのタンプレアノースリーブにするね。え、めっちゃ嬉しいと思う。え、めっちゃ使うよ。もうほんと年間年中じゃん、うち。なんかさ、冬とか寒いんですよ、さすがに初めは。だからこうカーディガンとかスウェットとか着ててもやっぱ踊ってくると暑くなるから、脱いだらノースリーブみたいな。ほんとにちょっとノースリーブだからめっちゃ嬉しいかも、ノースリーブだと。もうじゃあ持ったことがないような色のノースリーブにするね。なんだこの色みたいな。そりゃ楽しみにしてる、うん、めちゃくちゃ。Thank you.
前からも言ってるんですけどね、マネージャーさんに。ナズリフに？え、そう、あの T シャツあるやんか。あれ使っとるんよ、マイカはまだ。うん。で、あれをアレンジして、ノースリーブにできるか。え、アンコールのってこと？あ、そうそうそう。アンコールノースリーブにする？え、か、もシンプルに、そう、セドリとかもし変えるってなったら、もう、しょっぱなからノースリーブでも。え？シノのマイカで。え、そっか、ソラハがリーダーになってから。そうなんよ。そう、だからそ自分の色を、うん、自分のリーダーの色を、やっぱなんか、何回出したいなと思って、変えたいと思って。なるほどね。そうそうそう、だからノースリーブはね、ちょっと検討今日していかんといけんけん。ノースリーブこれからもしかしたら袖がなくなってるかもしれない、次のマイカーはね。え、 T シャツの袖がなくなってこう切れて、そうそうノースリーブになった。でもさ、みんなさ、うん、半袖ってさ、だいたいここら辺に線あるくない、切れ目とか。あ、マリちゃん、うーんと、まあ、ない、なんかだいたいあるんよ。あ、これはないか、うん、でもなんか大体あるんよ、その辺に。なんかそこ切ってさ、うん、なんか内側にこう布をやってさ、縫えばさ、ノースリーブになりそうだなと思って。面白い、スタイリッシュな話なんですけど。ノースリーブのお仕事、ほんと、ソラハなんかノースリーブ今度グッズで出したらなんか、ね、本当に。セーターティーもさ、うん、でもさ、セーターティー半袖が絶対だから、うん、あ、確かに、あれノースリーブにできんの。いや、多分できん、まあ、できるやったらやりたいけど、みんなは腕出したくないそう、だからなんか点線入れて、あ、点線ここに入れた、ノースリーブにしてる方は切って、そうで切る、山折りとか書いてやばいって。そうそうそう、切り取り線を書いてデザインしてね。いいよね、いいね。そら生誕さえみんな腕出して、夏しか着れんのじゃない。確かに中のインナー長袖買ってもらうんだけど、なんかやばい、日付変わっちゃう、あと5分。そう、ほんとほんと、ちょっとあの、ほんまや、今はこの後もしよう、いろいろね、最高のね一日にするために最後の仕上げを。皆さん、明日来られる方は気をつけてきてくださいね。気をつけてね。広島はもう暖かくてノースリーブでも OK ですよ嘘ですけどノースリーブじゃ寒いね。ノースリーブじゃ寒い、夜とかね、ちょっと寒いかも、ね、昼間はノースリーブでも構いません。配信もね、STU48 チャンネルさんに、あ、そうそう、ありますよ。ドラさんもひなさんの卒コンもあります、うんうんうん、会員になった方がチケットを安く買えるって言ってたこの前だから、もしよかったらね、2公演とも全然違う良さがあって素敵なんでね。わかる、全然色が違うよね。全然違うね。いや、めっちゃ思うわそれは、ね、うん、すごいですよ、うん、ひなさんもドラさんも、今日ひなさんの卒コン通して、わ、もう本当にひなさんの色って感じだなって思った、うんうんうん、ね、めっちゃいい、もうめっちゃわかる、うん、めっちゃ超いいと思った。終わりますね、すね、あと3分ぐらいかな、あれちょっと時計がさ、こう針のやつやけ、あ、2分ぐらい早い、あ、そうな、言ってなかったっけ、なんか先生、あ、2分早い、あ、本当だ、56分、うん、57分ぐらいだね、あ、ありがとう、グッズもみんなコンプリートしてね。3人だけどグッズは最初かな、初めて、最初が最後、ほんとやね、そうかも、うん、この撮影の後、白行きましたえ、ほんとやん、ね、白行ったよね、うん、スシローもさ、スシロー納めしないとね、何、3人でスシロー納め、スシロー納め、うん、行くん、スシロー納め、行こう行こう、いいね、うん、ゆかちゃんが一番前の時最後の広島飯、スシロー、スシロー、スシロー、また私の夢は叶ってないので、
え、飲むってこと？そうだよ、乾杯まだしてないほんだ。じゃあするまで行かさないから、ゆかちゃん東京に、うん、お酒ね。まあ落ち着いたらですね。そうですね、いろいろ。それでは団長にもあります。13位ララベイさん、12位スーさん、11位さくらパンダさん、10位ゼータンさん、9位最新型ポンコツさん、ジャスパラさん、7位村上さん、6位キズナさん、5位シチューサニちゃん、4位カイトさん、3位シンさん、2位リーサクさん、そして1位は鳥尾さん。ありがとう。わ、下団長予防、ヒロさん、山ちゃんさん、ピロミンさん、よっちゃん51さん、シーサーさん、オスタンドサムさん、広島コーパセリさん、ボンちゃんさん、熊根パパさん、東京のスワンさん、ヨウちゃんさん、瀬戸内のお日様さん、きなぺこさん、ありがとうございます。袖があるって言われた。私もじゃあノースリーブにしよう。お、レアやん。私もあげるね、また。え、ノースリーブもらえるってこと？私もう体育祭でこういう人おったよ。え、わかるわかる、わかる、これね、運動部。ありがとうございました。明日お会いしましょう。バイバイ。また明日。明日は土曜日です。そうだよ。土曜日じゃないか、土曜日か。そうです、土曜日です。土曜日。また明日。おやすみ。また明日。よっしゃ、行くぞ。あと1分ぐらいある。そう。本当あと40秒ある。さらのおすすめブロックは、うん、ちょっと中間って感じ。どこや。前半でもちょっと中間。前半ちょっと中間。どこや。です。え、ほんまにどこかわからないけど。やばい。前半ちょっと。前半ちょっと中間ってどこ？え？前半目のちょっと中間？だからちょっとそう思ってみてください。え、ここかな、ここかなみたいなとこあるんだけど、2個ぐらい。ああ、アステール、あ、そうです。明日はアステールプラザですよ。皆さん間違って HBG ホールに行かないように。アステールプラザ。また明日。